ようこそゆっくり鉄道博物館へ。今回取り上げるのは、仙台市地下鉄だぜ。仙台市って、人口がおよそ110万人で、東北地方の市町村では最多だし、東北地方で唯一の政令指定都市だから、地下鉄があること自体には特に疑問はないよ。仙台市地下鉄が多くの人々の通勤や、通学とかの足となっていることは間違いない。しかし、運賃が高かったり、バスとの乗り継ぎが不便だったりして、問題が少なくないという一面もあるんだ。そうだったんだ。仙台市地下鉄の現状や、課題を早速見ていこう。仙台市交通局が運営している仙台市地下鉄の路線は、現在2本ある、泉中央駅、富沢駅間を結ぶ南北線と、八木山動物公園駅、新井駅間を結ぶ東西線だ。どちらの路線も、仙台市を代表する駅の仙台駅に乗り入れていて、地下鉄同士での乗り換えや、JR 線との乗り換えができるぜ。仙台市内を縦横に地下鉄が走っているんだね。先に開業したのは南北線だ。1987年7月15日に、八乙女駅、富沢駅間 13.6km が開業し、ちょうど5年後の1992年7月15日に、泉中央駅、八乙女駅間 1.2km が延伸開業した。コロナ前の2018年度には、1日平均で、およそ 19.5 万人が利用していたぞ。全通から30年以上経っているのね。東西線は、2015年12月6日に、八木山動物公園駅、新井駅の全区間 13.9 キロが開業した。かなり新しい地下鉄路線なんだね。2018年度には、1日平均で、およそ 7.7 万人が利用していたぞ。南北線よりはだいぶ少ないね。東西線の需要は、南北線よりも少ないことが想定されていたため、東西線は、リニア地下鉄方式で建設されているんだ。リニア地下鉄は、大阪メトロの長堀鶴見緑地線や、都営地下鉄大江戸線とかで採用されている方式で、電車の車体や、トンネルの断面積を小さくできることや、急曲線、急勾配を走りやすいことが特徴だぜ。車体が小さいから輸送力は小さくなるけど、建設費も抑えられるんだね。それに東西線では、57% ミルという、急勾配の区間がある。57% ミルというのは、水平方向へ1000メートル進む間に、57メートル登るという意味なんだけど、これが実現できたのも、リニア地下鉄方式を採用したことが大きいと言えるんだ。一般的な地下鉄にとっては急すぎる勾配なんだね。南北線、東西線、ともに電車は4両編成なんだけど、南北線は、6両への増結、東西線は、5両への増結が可能なように、駅のホームが設計されているんだ。将来需要が増えて増結することになっても、大丈夫な作りになっているんだね。南北線の利用状況は悪くないようだし、東西線の方も、利用されていないとまでは言えないと思うんだけど、一体何が問題なの？論点はいくつかあるんだけど、赤字の都市が多いこととか、南北線、東西線ともに利用者数が、開業前の予測を下回っていることとか、東西線が開業したことで、逆に不便になったと言っている仙台市民が、少なくないこととかが、問題点として挙げられるぞ。割といいところがないように思えてしまうわね。順番に解説していくぜ。仙台市地下鉄の南北線が開業したのは、1987年だったけれど、2008年度に初めて、地下鉄事業の純損益が、14億円の黒字となったんだ。黒字化に20年以上かかってしまったのね。そして2015年度に、東西線が開業したことによって、その設備とかの減価償却費が増加したので、2016年度は、30億円の赤字を計上して、以後赤字が続いているんだ。新しい路線を作った以上は、減価償却費の増加は避けられないわよね。そこへさらに、2020年度からは、コロナ禍による利用者の大幅減少というダメージを受けた。その後利用者の数は、回復傾向にはあるものの、コロナ前の水準には達しておらず、2022年度に予定していた単年度黒字は、達成できていないという状況だ。赤字なのは今も続いているのね。仙台市交通局も、コロナからの回復による黒字化を、指を加えてただ待っているわけではないんだ。沿線の観光地や、お店やイベントの PR といった、利用促進策を行ったり、駅業務の民間への委託を行ったりするなどの経営改善策を実施しているよ。黒字化に向けた努力をしているのね。ただ経営改善のための施策の中には、列車の減便も含まれていて、2023年7月のダイヤ改正で減便が行われたんだ。どれくらい減便されたの？平日は、東西線、南北線とも1日につき10本減らされた。休日は、南北線が22本、東西線が23本の減便だ。平日の日中や、土曜休日の運行間隔が、ダイヤ改正前は7分半または8分だったのに、改正後は10分に伸びてしまったんだ。それでも地方都市の鉄道としては高頻度のようにも思うけど、まあ不便にはなったんだろうね。
ちなみにこの減便によって削減できるコストは、年間およそ7000万円だそうだ。コメントしづらい金額ね。まあともかく、仙台市地下鉄の経営が赤字になりがちなことや、赤字を解消するために努力していることは理解したわ。でも地下鉄が赤字なのって仙台市だけの問題なのかな？確かに、東京や大阪のような大都市を除けば、地下鉄というものは赤字になりがちだ。300万都市の横浜市の地下鉄だって、2002年度に経常収支が初めて黒字になるまでは、ずっと赤字だったのはこの間解説した通りだぜ。赤字であること自体が大問題だとは言えないよね。地下鉄の建設費は高額だから、新規に建設した路線に関連する減価償却費のせいで、赤字が続くことは避けられない部分もある。そもそも公営交通というものは、民営では誰も手を出そうとはしないような事業だから、公営なんだという一面もあるからな。赤字なのが当たり前だとまでは言わないけれど、仕方がない部分もあるよね。しかし、ではなぜここで仙台市地下鉄の赤字体質を問題に挙げたのかというと、そうなってしまった経緯が、褒められたものではないからなんだ。どういうこと？実は南北線も東西線も利用者の数が、開業前の計画時点での予測を大きく下回っているんだよ。1987年に開業した南北線は、開業時点での1日あたりの乗車人員が 22.5 万人と見込まれていた。2007年には33万人に達するとの予測も立てられていたんだよ。実際にはどんなものだったのかしら？開業初年度の乗車人員は1日平均11万人だ。予測の半分しかいないじゃないの。それでも1995年度までは増加傾向で、1日 16.7 万人に達した。一旦減少したものの、2010年代は増加傾向にあり、2018年度に 19.5 万人となったのが現時点でのピークだ。それでも1987年度の予測値だった、22.5 万人にも達していないじゃないの。実際の利用者の数がこれほど予測よりも少なかったことは、地下鉄の経営に大きな悪影響を与えたことは想像に難くない。それはそうだよ。地下鉄南北線は2007年度まではずっと赤字で、欠損金、つまり累積赤字は1100億円に達した。地下鉄の運輸収入だけでは資金が足りないから、市の一般会計から2007年度末時点で累計740億円も補助がなされていたんだ。ということは補助金がなければ1840億円の累積赤字ということだよね。地下鉄が赤字なのは仕方ないとしても、ここまでの金額が許されるのかというのは問題になりうるよね。そしてとにかく建設費を回収していかなければならないということは、運賃を高く設定せざるを得ないということでもある。仙台市地下鉄の運賃の高さは有名だよね。一応仙台市交通局は地下鉄の運賃について、長距離では割高だけど、近距離では東京以外の他の都市の地下鉄とほぼ同水準だと主張はしている。しかし運賃が高額だという、世間での印象を拭い去ることは難しそうだというのが現実だ。仙台市民の地下鉄を利用しようという意欲に大きく影響しそうだよね。需要予測を大幅に見誤り経営が苦しくなってしまったことは、南北線に関する仙台市の明らかな失敗だ。ところが仙台市は東西線についても、何の反省もなかったかのように同じ失敗を繰り返したんだ。東西線もか。東西線に関しては、開業時の乗車人員を1日あたり 11.9 万人と予測していた。この予測に対して仙台市の市民オンブズマンが異議を唱えたんだ。オンブズマンって行政に対する市民の苦情を受け付けて、調査を行ったり行政に是正を促したりする人だよね。仙台市民オンブズマンは2003年に、地下鉄東西線に関する一切の公金支出の差し止めを求める住民訴訟を起こした。要するに事実上の建設中止の要求だね。主張の概要は、乗車人数 11.9 万人は絵空ごとで、実際にはせいぜい6万人だ。これでは黒字転換は永久に不可能だ。仙台市は東西線の費用に対する便益を 1.62 と見積もっているが、水増しであり正しくは 0.82 だ。つまり便益が費用を下回る東西線の事業は違法であり、公金の支出は許されない、というものだったんだ。とても合理的な主張だとしか思えないわ。ところが仙台地裁は2005年に、1日あたり 11.9 万人という仙台市の需要予測には、合理性が認められるなどとして、市民オンブズマンの請求を退けたんだ。なんと言ったらいいのかわからないわ。当然市民オンブズマンは控訴、上告したものの、いずれも退けられた。2008年3月に、地裁の判決が確定したんだ。そして仙台市は勝訴確定から4年後の2012年に、驚きの発表をしたんだ。え？1日あたりの乗車人員の予測を、11.9 万人から8万人に下方修正したんだよ。え？つまり仙台市民ばかりか裁判所も騙していましたってこと？まああくまで見直しを行った結果の下方修正であって、裁判で嘘をついていたというわけではないと思うけど、そう言われても仕方がない所要だな。
下方修正しても市民オンブズマンが主張したせいぜい6万人という数字よりは大きいのも、なんだかなーって思うわ。そして東西線は2015年に開業したが、2015年度の乗車人員は、なんと、1日あたり 5.4 万人にとどまった。仙台市の下方修正した予測どころか市民オンブズマンの予測すら下回っているわ。市民オンブズマンたちの、それ見たことかという反応が目に浮かぶよな。ただし、開業後は一応検討していて、2019年度の乗車人員は、1日あたり 79,546 人だ、ほぼ8万人に達したんだよ。なんとか下方修正後の目標は達成できそうなところにまで行けたのね。コロナ禍によるダメージも南北線よりは軽くて、2022年度には、1日あたり 7.5 万人が乗車しているよ。いずれは仙台市の目論見通り黒字化するといいわね。問題がないとは言い難い経緯で、開業した東西線は、乗車人員が予測よりも少ないという問題を抱えたことに加えて、利用者から東西線の開業で不便になったとも言われるようになってしまったんだ。え？地下鉄が開業したことでどうして不便になったの？東西線の開業前までは、バスで直接仙台駅方面に行けていた人たちが、東西線の開業後は、バス路線が再編されたために、バスと地下鉄の乗り継ぎを余儀なくされたからなんだ。乗り換え自体が手間なのは理解できるし、地下鉄の駅は、名前の通り、地下にあるからバスとの乗り継ぎはなおのこと面倒だよね。2016年に日本共産党仙台市議団が、仙台市民に公共交通に関するアンケートを行ったんだけど、およそ3300人の回答者のうち、東西線ができたことで、不便になったと回答した人が、なんと、51% もいたとのことなんだ。その一方で便利になったという人は、わずか 12% だったんだよ。不便になったという人が半数って衝撃の結果だね。特に東西線が通っている東部の若林区の住民は、実に 73% が不便と回答したんだ。地下鉄の恩恵を受けていそうな人たちが不便になったと言っているんだ。理由はさっき言った通りで、バス路線が再編されて、仙台市の中心部へバスで直行できなくなった人から、不満が出ていると思われるんだ。仙台駅とかに直行するバス路線を残しながら、東西線の駅に行くバス路線を新設することは、できなかったのかな？乗り換えがない代わりに道路の渋滞に巻き込まれやすい直行バス路線と、定時性が高い地下鉄に乗り継げるバス路線が、両立されるのが確かに理想ではあるよな。そうだよね。だけど仙台は、東京や大阪や横浜のように、多くの人口を抱えているわけではないんだ。要するに両方のバス路線を維持するだけの経営体力が、仙台市交通局にはないと考えるのが自然なんだよ。そんなに仙台市交通局の経営状況ってまずいのかな？地下鉄の経営状況はこれまで解説してきた通りだけど、市バスの方は乗車人員が右肩下がりで、2007年度からは常に赤字なんだ。ちなみに赤字に転落したのは鉄道の仙台空港線が開業して、空港へ行くバス路線が廃止されたことが大きな要因だ。そうなんだ。でも仙台駅に直行するバス路線があれば利用する人もいるんじゃないの？そうかもしれないけれど、交通局の増収につながるのかという点では、過度の期待はできないんだ。さっきのアンケートの結果からは回答者たちが、不便になったなぁと思いながらも、高い運賃を払って東西線を利用しているという実態も浮き彫りになったんだよ。え？ということは仮に仙台駅方面に直行するバス路線を復活させても、バス路線の代わりに東西線の利用者が減るだけで、移動する人の増加には繋がらない可能性が高いね。そうなんだ。付け加えておくと、仙台市の借金はかなりの額で、2021年度末時点で 7655.5 億円なんだ。全国の市町村でも11位に当たる債務残高で、これでは市の一般会計から交通局に補助金を出そうにも、限度があることは明らかなんだ。交通局だけじゃなくて仙台市にも余裕はないのね。ところで東西線の開業で便利になったという人の意見も紹介はしておこう。一番多かった意見は、自分が乗りやすい場所に地下鉄の駅ができたから便利というものだった。それは考えるまでもなく便利でしょうね。やはり鉄道であるからには定時性の高さも評価されている。八木山動物公園へ気軽に行けるようになったという人もいたとのことだ。便利になったと思っている人が全体の 12% しかいないという問題はさておき、便利になった理由は順当だね。ともあれこのようにせっかく作ったのに、市民からあまり便利になったと思われていないのが、東西線の実態なんだ。様々な問題点を紹介してきたけれど、だけど私の個人的な見解を述べると、それでも仙台市地下鉄は必要だったと思うんだ。そう考えられるだけの事情が仙台にはあったのかな？そうだな、事情というのは何と言っても、仙台市内の道路の交通量の多さと、渋滞の激しさだ。その象徴とも言うべきものを一つ紹介しよう。え、なんだろう？
仙台市東部を国道4号、仙台バイパスが通っている。東北地方の道路の中でも最大の交通量の道路で、1日、7から8万台が通行するんだ。その仙台バイパスと、東西方向に走る市道が交差する場所がある、箱堤交差点というのだけど、規模の大きさと交通量の多さから、日本一でかい交差点とも呼ばれているんだ。どれくらい大きいの？仙台バイパスの南行きのレーンが8車線、北行きのレーンが7車線だ。8車線？交わっている市道のレーンも、東行き、西行きそれぞれが5車線だ。しかしこれほどのレーンを持ちながらも、なお箱堤交差点は仙台バイパスのボトルネックで、この交差点を先頭として、北側に 6.6 キロもの渋滞が発生することがあるんだ。国道の 6.6 キロの渋滞って、抜けるのに一体どれだけ時間がかかるのよ。なので現在、箱堤交差点では立体化が行われていて、仙台バイパスを直進する車は、陸橋を通ることで、交差点をスルーできるようになる。2024年度の開通が予定されているんだ。本当に仙台市の道路事情を象徴するような交差点だったわ。そんな仙台市の道路の渋滞は、1960年代にはすでに顕在化していた。そして当時の道路には、路面電車の仙台市電も、走っていたけど、道路交通事情の悪化によって、自動車が市電の軌道に侵入することが日常になってしまったんだ。本来は自動車が軌道を通行するのは禁止だったけど、1966年にはついに解禁されたぞ。それじゃあ車ばかりか市電もまともに走れなくなっちゃうじゃない。そこで仙台市は地下鉄の建設を考えるようになった。ただそこで問題になったのが仙台市の人口で、1965年の時点では48万人しかいなかったんだ。現在は100万人を超えている仙台の人口だとは全く思えない数字ね。国交省の前身にあたる当時の運輸省は、地下鉄の建設の条件として、人口100万人以上の政令都市を基準に考えていて、仙台市の人口はこれに遠く及んでいなかったんだよ。なお参考までに述べておくと、仙台市が政令指定都市に移行したのは1989年で、国勢調査における人口が100万人を初めて超えたのは2000年のことなんだ。人口が50万人にも満たなかった都市が地下鉄の導入を考えることこそが、交通渋滞の深刻さを物語っているとも言えるわね。そうだな、仙台市の鉄道網は十分ではなく、道路交通の根本的な改善が難しいことから、仙台市は地下鉄の実現を国に働きかけたんだ。鉄道の建設でしか道路の渋滞は緩和できそうにないもんね。1973年には、今後は地下鉄が市内の主要交通となると位置づけられて、1976年に市電は廃止された。それから10年以上の時間を要したものの、1987年に南北線が開業した。南北線は経営的には苦しい路線だったけれども、沿線の道路の交通量は減少したとされているんだ。事前の予測ほど利用されていなくて赤字だったけど、不要だったとまでは言い難いのね。2015年に開業した東西線については、ここまで紹介してきたように問題も多いし、市民も不便だと思いながら使っているのが実情だ。だけど交通渋滞が激しい仙台市内において、定刻で移動できるという地下鉄のメリットは揺らぎようがないよな。それはそうだよね。それに仙台は太平洋側にあるとはいえ、東北地方の都市だ。冬になれば雪が降ることもある。雪の影響をほとんど受けずに移動できることも、地下鉄のメリットのはずだよな。地下鉄を作ったからには、沿線を開発するとかして有効利用されてほしいよね。仙台市地下鉄について見てきたけどどう思ったかな？100万人以上の人口を抱えていて交通渋滞が激しい仙台に、地下鉄は必要だったと思うわ。でも細かく見てみると色々な問題があるんだね。もう少しうまくやることはできなかったのかな、と思うところはあるよな。さてこのチャンネルでは、鉄道やその他の交通に関する話題を、解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんの、チャンネル登録、高評価が励みになります。また動画の感想や取り扱ってほしい話題がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。